パンパンすぎたかな。
これ変か。まあいいや。デザート。シチュエーションによる。例えば分からんけど登山とか行ったらおにぎりだけでいいかも。おにぎりとお茶。ねぎ。子供の時の。と唐揚げよ。やっぱ唐揚げだよね一番は。唐揚げソーセージかな。遠足のさ。おやつあったじゃん。いつも何食べたの？え？おやつ？なんだっけね。お菓子関係さ。そうだね。なんか買っとったじゃろうね。多分ポテチ。ポテチ？いや分からんけど。ポテチはないと思う。美味しいブドウ。種なしブドウ。めっちゃうまい。遠足のやつで何回か買って後悔してたやつがあって、それがなんかダイヤの飴みたいの分かる？
ダイヤの飴、ね、うん、何それ、指輪の、そうそう指輪の、ああ、はいはいはい、あれを何回か買っちゃって、うん、終わるまで食べきれないもん、あれ溶けんとある、うん、めちゃめちゃでかいからずっと舐めてないといけないけど、ずっと舐めるわけにもいかないから、うん、でさ、指につけてんだけど、指につけながら遊んでるわけ、うん、そしたらもう虫とかくっついてさ、うん、舐めてるから、でもう捨てるっていうさ、あとはもう駄菓子とかばっかめっちゃ買ってたな、全然覚えてないよ、セミの鳴き、セミってさ、うん、土で3年だっけ2年だっけ、それ出てきて2週間やな、うん、なんて儚い人生なんだみたいな感じでよく言うけど、うん、けどなんで土の中が何下積み時代みたいになっとうとって言いよって、なるほどね、そんな人間が勝手に考えただけで、土の中が一番心地よくてさ、実は2週間ってめっちゃ嫌なのかもしれない、確かに、ずーっと泣かされてよ、うん、人間だってさ、確かにね、2週間大声出しよったらさ、うん、死ぬよ、さあ、いちご練乳かき氷めっちゃめちゃ美味しい、染み渡る、天聖の食感、天聖、美味しそう、いただきます、美味しそう。